ということで今日のゲーム、ま、本当にこの投打の2人が非常に目立ったゲームですが、それではハイライトで振り返ってみたいと思います。スコアは4対1というスコアでした。先発のマシスですが、2回の表ここで柳田に走られます。2アウト、これで3塁ですが、ここをちょっとミスが出たところですね。まあ、嫌な感じにはなったと思うんですよね。まあ、2アウトではありますけど、先制のチャンスになってしまったので、まあ、ここで本当よくしのぎましたよね。一方の先発ピッチャーソフトバンクはヤンですが、ノーアウトランナー2塁1塁という2回のロッテのチャンスですが、サブロー三振で、それからちょっとこのところ結果が出ていない今井がダブルプレー643。ヤンの立ち上がり1回2回を見るとなかなかこう手を取るのは、ね、ちょっとこれきついなっていう感じがありました。ただ初回のね、あまりにもいいボールを受けて、まあ、ベンチで対応するということで、はい、相当いろいろなことを考えながら打席にみんな立ってたと思うので、それが岡田のフォアボール、そして根本のセカンドゴロで二塁のフォアボールですね。本当によく粘って出塁と、で井口のタイムリーで1点を取ります。フォアボール、欲しいところで点が取れたっていうのは大きいですよね。これそうですね、2回もチャンスを潰した後3回でした。4回の表ワンアウトランナー1塁で、ここを田村を463のダブルプレー。マジスがまたこれからぐんぐんとギアを上げていきます。5回の表アレン今宮三振に切って取ります。6回の表ソフトバンクホークスは円陣を組んでマシス対策なんですが、この回もマシス細川本田三振、明石のレフトフライ、これで三者凡退に仕留めていきます。テンポが非常にいいですよね。そうですね、もう本当にちぎってやるちぎってやる感じで、はい、ロッテが追加点を取ったのはこのダブルスティール、細川のエラーを誘いました。これで2点目です。さらに7回の表ロッテの方に流れが来てるなというのは、ワンアウトランナー2塁1塁でこの柳田の当たりでペニャ戻れるダブルプレー、7回まで投げ切りました。そして7回の裏上内から里崎のホームラン、ソロホームラン第7号、まあ、これでほぼ勝利あったかなという感じですかね。その後岡田のこの一塁線の破ってスリーベースかと思った、ちょっとこれ珍プレーにもしかしたら出るかもしれませんね。これまあそうですねなかなか見れないシーンだと思いますけど、これでワンアウトランナー三塁となって南がタイムリー、ダメ押しの4点目を取ります。まあ、ダメ押しのダメ押しかもしれません。9回は矢蓋が登場するんですが、ペーニアの弾丸ライナーのホームラン、この1点ソフトバンクが一矢を報いますが、4対1、これで3連戦1勝1敗としてマシス日本に来て8勝利ということになりました。